平野ノラが芸能人のお宅へ行って断捨離をする第2弾。ね、こうやり方、塗り方とか洗い方とか、でそういう時にはやっぱりここですね、トワコさん。そうなんですよ。もう服もそうですけど、すごいですねこれね、はい。これ全部この黒いの、シャネオ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 、こちらもう、ね、エルメス。これは1着ぐらい、はい、広いところに持ってきまして、広げてやってみましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。ぶっ飛び、はい、あ、じゃあ全部並べていきましょうかね。はい、はい、下に、はい、どんどん並べていく。これやっても、私もやってます、ほら。これはこのまま着るということではないですもんね。そうですね。そうですよね。忘れてました。ちょっとほら、こういうことに私もなってました。なってました。なってました、なってました。これあるあるですね。はい。でもまさかこう着せてるっていうのもすごいですけど。かける。なるほど、なるほど。はい。じゃあこれをちょっと、確かにやっていきましょうね。着せてますね、やっぱね。着せてますね。はい、あ、これはセットなんですか。あ、これはそうですね、セットですね、はい。さあ、並びました。はい、第1弾ね。どうですか、トワコさん。ちょっと季節感もバラバラだし。バラバラですね、はい。でもまあ、ここからちょっとオーディション的な、はい、はい、ネクストトワコにステージにふさわしいお洋服を選び抜いていただいて、はい、好きなものをですね、ちょっと断捨離するというよりも、なんか本当選び抜いて、はい、これから一緒にネクストトワコスタイルに一緒に生きていきたい、トワコと共に生きていきたいという、これがですね、本当に悩む。悩みます。悩みます。なのでちょっと簡単な方からいっていいですか。あ、簡単な方から、はい、残したい服ですね。これはもう着ないなとか、 あとこう上げる人がはっきりしてるもの。なるほど。オーディションなんで、こう一番やっぱりこれ選び抜きたいっていう洋服を彼の方が一番多分やりやすいかなと思う。あ、そうなんですね。あ、もうこれは絶対着るぞ。これはもう合格という。手放さないぞ。はい。この辺は、あら、はい、合格ですか。あ、いいですね。はい、着る服ですね。はい、はい、あ、いいですよ。この辺もやっぱりね。あ、いいですね。可愛らしい。緑のちょっと多いかな、はい。そうですね。うんうんうん。これも実は自分で使いやすくあるので。なるほど。はい。これは、ね、まだ少しこう着ます。うん。すごく素敵ですね。はい。悩んできましたね。なんか次のステージに行くにはこれじゃないのかなっていう人たちが残ってます。お役目をね、終えたお洋服も多分あると思うんですよ。トワコさんが着なくても次の方が着てくれる場所に行くと思うので、はい、はい、じゃあということで、お、黒のない感じですね。そうですね。着ていただいていいですか。はい。はい。こちらの下ですね。はい。でも着ない。はい。あ、これでも、リファンシーとかなんで、割と、なんかね、高くなりそうな感じはしますけど、これはアンサンブルっていいですよね。そうですね。もう着ないんですか。素敵な感
りですけどね。すごい好きだったんですよ、はい、ですごい好きすぎて、うん、買ってからそんなに着なくて、うん、でもね優秀になるでしょうかね。だけどもったいなくて着なくて、はい、そしたらね、なんかねやっぱりこう若くて、こういう中間色とかっていうのは、うん、綺麗なんです。私がこれを着るとなんかね、ワーンってなんかこう、あ、年齢層のくすんだからですか、うん、言われちゃいました。でもなんかすっごいそれ分かります。それありますよね。それ女性はね、ちょっと分かんない、女性はあると思います。なんでこれなんかも、はいはい、なるほどなるほど、実はそうなんですよ、うん、もうこれも単体で見たらすごい好きなんだけど、うんうん、着ると、うん、なんかすごくこう、わかります。ただこれがあのすごくパキッとある年代もあるし、そうじゃない年代もあるし、また逆に新しい今まで懸念してた色が合うわっていう時もありますもんね。そうなんですよ。悲しいことにビーズが取れた時に、あら素敵ですね。これはあの後にね、やっぱり、はい、断捨離っていうの捨てるだけが目的ではないのでね。あ、もう、これはもう私これあのちゃんとこう査定に出して、そうですね、そうちゃんと次のネクストステージに結構バレンチノですよ、こちらでございますのでね、うん、こちらもね、はい、一緒に、はい、これ違いますね、動揺しておりますか、大丈夫ですか。ドラムの使い方初めて見ました、はい、さあそして、はい、そしてあ、これ素敵ですけどね、これはこれは、うん、いいですか、これすごい素敵で、 T シャツで、はい、こう円みたいなのがあって、うんね、かわいいです。かわいいですね、形いいですか、はい、はい、柄よ、はい、なるほど、あ、皆さんかわいい、いい感じ、いいですか、うん、これ着てないよ、それ すごい素敵だ、入るかな、うん、え36、はい、入りますね、うん、これ、あの、はい、つけないようなこれもついてる、あ、じゃあちょっと後で私着させていただいて、はい、緊張しちゃってこれ。でもあちらの一番初めの緑の感じと似てますもんね、雰囲気ですね、うん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 、そうです、うんうん、いいと思いますよ、はい、これはね、うん、ちょっと
よ、はい、これでも一回あのねそういう光るべきところに送る場合に娘さんにも一回見てもらってね。そうですね、はい、そうですよ、娘さん2人いらっしゃるんですから、これはちょっとねこうキャリアウーマン的な、はい、シャツですか、シャツを着こなす女性に憧れて、こう黒シャツを買ったんですけど、どうも似合わなくて。シャツ似合わないですか。なんかね、体が、はい、すごい薄いので、シャツって骨格はこうしっかりした人が似合うと思うんですよ。なるほど。だからね、本当に似合わなくて、はい、試着しなかった。え？試着しなかった。うん、そうか。なるほど、そういう時ありますね、女にもね。え、全部試着します、ノラさん。私試着しますね、私はやっぱり。そうですね、試着でもほら、柄が気に入ったとかさ、生地が素敵とかね。それはあるんですけどね、一応ね、しますね。やっぱ試着して半分以上やっぱり、あれ違うなっていうのがほとんどですもんね。はい、そうですよね。じゃあそれだ、私ね、これだ、そう、何ですか、それだ、そう、やっぱり、ね、試着しないから、もうその雰囲気、だからどれもそうですよ、あの、着てないで、もうさようならするっていうのは、多分、なるほど、洋服に失礼ですよ、出ました、名言、洋服に失礼、はい、じゃあもう次からもでも試着、これ、ま、これ学びなんですよ、これって、そうなんですよ、次から試着していただいてね、はい、ということで、いいじゃないですか、このぐらい、まあ半分までいかなくてもいいと思います、第1弾、はい、はい、じゃあどんどん行きましょうか、はい、はい、また次持ってきます。はい、女性の皆さんも美の保養っていうか、見てるだけで楽しい、こんな男子であるかな、素敵なお洋服、すごいでしょ、エルメス